サンディエゴ中心部から少し北、車で10分ほどの距離にあるオールドタウン。ここはサンディエゴ発祥の地と言われ、一度はメキシコの一部として独立した歴史を持つ町でもあります。サンディエゴの中心部からトロリーバスでも来ることができるんです。明るく華やかなメキシコ文化が今でも街中にあふれていて、街の人たちみんながとてもフレンドリーに話しかけてきます。街の中を歩いているとなんだか楽しげな音楽が聞こえてきました。何かやってますよ。広場が現れました。その後も様々なダンスや音楽が繰り広げられ、観客も一体になって楽しんでいました。次に訪れたのはバザール・デル・ムンド。建物の外観も可愛くてとてもキュートです。とにかくカラフルでエネルギッシュなメキシコ文化を体感できるグッズがいっぱい。見ているだけでも楽しくなってきます。これ可愛くないですか。おしゃれなろうそくですね。見てください、こちらランチョンマットやテーブルクロスなどいろいろなものに使えそうですね。こちらハンドメイドだそうです。小さいサイズやいろいろなサイズもご用意しているみたいなので、お土産にぴったりですね。お土産に買いたいものがたくさんありました。